こんにちは、ザワトレスです。本日紹介するフィギュアはこちら。2022年の1月発売ですね。つまり今月でございます。メーカーはバンダイ、商品名が魂ウェブ商店限定、セイントセイヤ、セイントクロスマイス EX、グリフォンミーノス、オリジナルカラーエディションでございます。定価はですね、消費税込みで 15,400円でございました。これを撮影してるのは1月19日なんですけど、本日届いたんですよ。なので早速こちらをね、レビューしたいと思います。そしてですね、大変申し訳ないんですけど、今回もね、動画が長くなってしまったんで、2部構成でございます。まずは箱を見ていきましょう。セイントセイヤ、冥王ハーデス、冥界編。出ました、EX メタル素体。無慈悲なる鷲獅子、不可死の糸が誘う死の舞踏。はぁ。デザインドバイ魂ネーションインジャパン、バンダイスピリッツ、メイドインチャイナ。いつもの文言ですね。はい、そしてこちらもね、いつものバンダイのロゴマークでございます。ミーノスはね、前髪で目が隠れてるところがかっこいいですよね。今回レビューしてるのはオリジナルカラーエディションなんですけど、通常のグリフォンミーノスの EX って僕持ってないんですよ。だからね、オリジナルカラーだけあっても本当はしょうがないんですけどね。通常版再販してくれんかな。箱の右側でございますね。お、なんか書いてあるぞ。君の体は目に見えぬ糸に操られて踊り出したのだ、死への踊りをな。あー、いいね、この中二っぽいセリフ最高ですね。反対側です。お、なるほどね。天気星グリフォンのサープリス、サープリスのオブジェ形態が載ってますね。こちら箱の裏側でございます。劇中のイメージそのままの外観、新開発された EX メタル素体により飛躍的に向上したサープリスとの一体感。ふーん、これすごいですね。必殺技コズミックマリオネーションの発動を再現するクリア素材製手首パーツが付属。サープリスの主要部分に金属パーツを使用、サープリスはオブジェ形態へ組み替え可能。まあ、これは当たり前ですね。めっちゃカノンが操られてますね。顔の表情パーツは4種類あるみたいですね。通常、叫び、微笑、食いしばり。はあ、4種類ね、いいですね。箱の真上はね、このようになっておりました。そして箱の真下ですね、このようになっております。それではですね、開封していきたいと思います。ブリスターパックはですね、3枚に分かれておりました。すごいね、1枚目パーツ多すぎでしょ。こちらですね、1枚目のブリスターパックでございます。ミーノスの素体、そしてサープリスの肩のパーツと頭の部分か。髪の毛の替えパーツめっちゃいっぱいある、すごっ。顔の表情パーツでしょ。手のパーツもいっぱい入ってますね。あとはいつも通りな感じがしますね。そしてこちら2枚目のブリスターパックでございます。すごいね、羽が丸々1個入ってますね。割と深さもありますよね。こちら3つ目のブリスターパックでございます。あ、クリアパーツなんだねこれね。何も入ってないと思ったらなんか入ってますよ。オブジェ形態の素体と台座になるものが入ってるみたいですね。はい、こちらね、マニュアルでございます。こちらのページですね、パーツ一覧が載ってますね。そして人形素体へのサープリスの取り付け方が載ってますね。そしてオブジェ形態の組み方が裏に渡ってやってるのかな。うん、そうですね、裏までありますね。広げるとこのような感じになっておりました。っていうかパーツ多いね、すごいね。以上マニュアルでございました。それではですね、いつものようにまずはオブジェ形態に組みまして、その後ね、ミーノスの素体にね、サープリスを取り付けていきたいと思います。まずはパーツたちをね、すべてプラケースから出したいと思います。はい、それではですね、まずはオブジェ形態に必要であろうというパーツだけをね、並べてみました。羽でかいね、なんだこりゃ、めちゃくちゃでかい、僕の手のひらぐらいありますよ。ほら、こんな感じ、むちゃくちゃでかい、すごいね、これは大ボリュームですね。はい、それではですね、オブジェ形態を組んでみたいと思います。ちょっとこれどかしましょうね。さあ、ザワトレス選手、まずは腰のアーマーを分解していった。丁寧に分解していますね。そうですね。おっと、次はマスクを手に取った。どうやらマスクの角を外しています。
そしてオブジェ素体の頭を分解しております。なかなか手際よくこなしてるんじゃないですか。先ほど分解したマスクをオブジェ素体に取り付けようとしていますが、若干手こずった印象が見られます。なかなか不器用ですね。ようやくハマったようです。そしてオブジェ形態側の頭を取り付けました。次は胸パーツを手に取りました。胸パーツはただ合わせるだけだから簡単でしょう。なんとザワトレス選手、逆にはめ込んでいたようです。これはダサい。恥ずかしくて見てられませんね。どうにか元に戻して仕切り直しです。現在腹巻きアーマーを取り付けております。そして腰アーマーのヒンジを開いてオブジェ素体にがっちりはめ込みました。ヒンジを戻してバックルみたいなものを取り付けようとしておりますが、これもまた手こずっております。8倍速でもこの手いただくでは目も当てられませんね。ザワトレス選手、まだ悩んでいる、まだ悩んでいる。いい加減にしてほしいものです。このままではこの動画を見てくれている視聴者様が動画をスキップしてしまいます。うわー、スキップされた。皆さんさようなら。ちょっと落ち着いてください。スキップされてないようですよ。え、そうなんですか。取り乱してしまい申し訳ございませんでした。そうこうしているうちにザワトレス選手、現在はオブジェ形態専用の肩パーツを取り付けるためのジョイント部分を取り付けているようです。ややこしいですね。しかもはめ方が間違っていることに気づいたようだ。これもダサい。しかしなんとか間違いに気づき直した模様です。手の甲のパーツを取り付けているようです。おっと、次は尻尾の部分でしょうか。マスクから外したパーツがなんとここに装着。素晴らしいクオリティだ。胸パーツの素体と合体しました。ついに頭のパーツが接続されました。さあ今度は足の部分を完成させようという考えのようです。手際よく分解しております。太ももアーマー、膝アーマー、スネアーマーを取り付けるんですが、膝アーマーがなかなかうまくはまりません。見ている側からすれば簡単そうなんですけどね。何してるんでしょうねこのおっさんは。なんとか完成させて、どうやら反対側の足に取り掛かったようです。同じような作業なのでこれは楽勝でしょう。なんとここでも手こずっている。ザワトレス選手、情けなさすぎて言葉が出てきません。頑張れ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 。ザワトレス、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 ザワトレス。なんと場内からザワトレスコールだ。なぜこのようなことが起こるのか実況の私には全く理解できません。この歓声を受けてかザワトレス選手、いつの間にか手も足も組み上がっております。素晴らしい逆転劇ですね。まるで四天王プロレス全盛期のようなザワトコールでした。ついに手と足が胴体にくっついた。さあいよいよフィニッシュが見えてきました。どうやら残りの尻尾たちを取り付ける模様です。ここもなかなか難しいが、ザワトレス選手大丈夫か。下の方から取り付けて真ん中上へと取り付けていきました。なんとかピンチをしのいだようですね。これはいけるかもしれません。残るパーツもかなり少なくなってきました。そして最大の難関、肩パーツです。やはりザワトレス選手もがいております。ついにギブアップでしょうか。彼はその程度では諦めませんよ。自分を励ましてくれる自分がいるんですから。なんてポジティブで自分大好きなんだこの男は。みっともなさすぎる。みっともないやつが現在補助パーツの位置を確認しています。どこに置けばいいのか分かんないといったところでしょうか。どうやらそのようです。まさか左腕の下に置くとは予想だにできないところでした。そしてようやくそのことを理解したようです。さあいよいよフィニッシュホールドですね。フィニッシュホールドの名前はご存知ですか。ウィングボディドッキングだったと思いますよ。マッスルドッキングのパクリだった。皆さんお聞きいただきありがとうございました。はい、オブジェ形態がね完成いたしました。ものすごい迫力ですよ。かっこいいわ。いや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 、これはねあっぱれですよ。ミーノスの EX は2018年の3月にね、今回のように魂ウェブ商店限定で発売されています。その時の定価は税込みで 13,200 円だったそうです。今回よりもね少しだけ安かったみたいですが、現在はものすごく高額になっておりますので、今回のオリジナルカラーエディションを変えたことをねすごく嬉しく思います。って言っても 15,000 円って高いよね。はあ、セイントセイヤマジで高すぎですよ。僕は2012年から2019年ぐらいまでフィギュアコレクションをストップしておりましたので、そのあたりのフィギュアをね今さらコツコツと買い集めてるっていう状態です。冥界三巨頭はグリフォン・ミーノスの他にワイバーン・ラダマンティスとガルーダ・アイアコスがいます。ラダマンティスのオリジナルカラー版はすでに発売されていますが、アイアコスのオリジナルカラー版はね今年の6月に今回と同じようにバンダイの公式サイト魂ウェブ商店で受注販売されるようですね。僕もこれから予約します。ラダマンティスのオリジナルカラー版買い逃したんだけど、どうしようかなメルカリで探してみようかな。今回のこのオブジェ形態大満足でございます。めちゃくちゃかっこいい。すごい。はあ、これはねうっとりしますね。なんて美しいんでしょう。素晴らしい。はい、それではですね、無印版のグリフォン・ミーノスのオブジェ形態と比べてみたいと思います。左側はですね2006年の11月発売、
セイントセイヤ、セイントクロスマイス、グリフォンミーノスのオブジェ形態でございます。当時の定価は4800円プラス消費税でございました。4800円だったらこっちも頑張ってるよね。今回のね、グリフォンミーノスは1万4000円プラス消費税なので約1万円右側が高いということになりますね。こんなって考えたら左側もだいぶ頑張ってるよな。ついでに無印版もね、拡大して見ていきましょう。プロレスを知らない人からすれば全く意味のない解説をしますけど、ミーノスはセイントセイヤのハーデス編に出てくるハーデス軍冥界三巨頭と呼ばれるうちの一人ですね。闘魂三重士みたいな感じです。で、その上に長州力とか藤波辰巳的な立ち位置で双子神のヒプノスとタナトスがいて、頂点にね、アントニオ猪木みたいなハーデスが君臨しております。ミーノスの話でしたね。猪木の話はね、ハーデスの時にでもやりますか。グリフォンという生き物は神話に出てくる生き物なんですが、頭がワシで体がライオンというね、とんでもなくヤバい動物ですね。いろんな歴史に出てきますし、ファイナルファンタジーとかにもね、敵キャラとして出てきたんじゃないですかね。見覚えがあります。体もでかくて牛とか馬をね、数体まとめて運ぶことができるらしいんですよ。タウラスとかカプリコーンからしたらたまったもんじゃないですね。しかしこのフィギュアって2006年の発売ですから、2022年の現在から見たら16年前のフィギュアですよ。16年って長いですよね。0歳の赤ちゃんが高校生になるんですよ。そりゃ年も取るわ。無印版もね、昔のフィギュアの割にはだいぶ頑張ってますけど、今回の EX はマジで上等だな。無印版と EX 版でどのような違いがあるかっていうところなんですけども、無印版はね、足がね、稼働するんですよ。で、その代わりにね、自立させにくかったんですよ、とっても。だけど今回ね、この EX 版足が固定なので自立させやすいですね。付属パーツでこういう支えの棒もついてるんですけど、別にこれがなくても立ちますね。だったらない方がかっこいいぜっていうことですよね。はい、グリフォンミーノスのオブジェ形態、無印版と EX オリジナルカラーアディション版でございました。はい、それではですね、大変申し訳ないんですが、第1部はここまででございます。第2部もぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。